今日は何個か仕事があるんで、久しぶりに工房の作業をしようかなと思って、ついでに動画撮ります。なんか一人で動画撮るの寂しいもんですね。よいしょ。それではまあ今日作るのはいつもそうやってるゴルフ場の人たちのクラブなんで大したことはないんですけど、一人は僕のいつも QT のキャディーとかやってくれてる野本一平くんっていう練習生のドライバースとユーティリティと、もう一人練習生の子のドライバーと、あと普通のなんか社員の人のドライバー作ります。まあ一本はリシャフトなんですぐできちゃうんですけど、あとの2本は、まああと2本もリシャフト、おっちゃリシャフトか。1本新しいの、僕のなんかドライバー使いたいってやつがいるんで、そいつのは組みますけど、結構長めの動画になっちゃうかな。あんまり長くなりすぎてもしょうがないんで、まあ適当にやります。よいしょ。なんか皆さんいろいろとコメントいただいたり、Facebook でもダイレクトメッセージいただいてありがとうございます。まあいつでも、意外にちゃんと公募やってんですよ。なんでいつでも言ってください。いつもねここで竹内輝樹のクラブを組んだり、まあ、勝也のもここで組んだんですけど、結構揃えるのにお金はかかった感じですね。機材はこれ抜くのかな、本当に。たまにちょっと真面目にね仕事してるの取らないとね。あれこの前掃除したお手具どこやったっけ。お手具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 、おっとっと、お手具がなんて仕事じゃないんだよ。お手具どこだったの、ほんとお手具がいない、まずい、お手具がいないぞ。よいしょ、顔が映らない、斜めになっちゃう。これでどうですかね。マジだ、お手がね、どうしよう。あ、いたいたいた、ここにいた、すごい、ここにいたわ。ありました。よいしょ、よっ、映るかな、これで。いつもはね音楽かけながらやってるんですけど、音楽かけちゃうとね動画になんないんで、ちょっと静かにやりますけど、なんかね勝也ぐらい歌ってくれる人でもいればいいんですけどね。意外に一人でやるのは寂しいもんですよ。よいしょ。結構ね、喋んない動画になっちゃうんですよね。喋りながらやる作業じゃないから。まあでも、ちょっと一人で頑張ってみます。この前、君更津行ったんですよ。もうちょっとで動画出ると思いますけど、サブチャンネルで翔太と僕が語ってる動画があると思うんですけど、
あの日もね、結局コースにやられましたね。なんかね、ショットの調子悪くないのにスコアにならないっていう最近の悩み、よくありません？そういうの結構あると思うんだよな。本ちゃんっていうか、メインチャンネルの方で伊藤くんの工房のクラブプレゼント企画ありませんかみたいな、ちゃんと準備してますんで、皆さん楽しみにしてください。ちゃんと準備してますよ。結構いいもの、面白いですよ。この辺の工程をね、皆さんゴルフクラブをこうチューンナップしたりとか、リシャフトとか、いろんな工房行って作ってる方とかも中にはいると思うんですけど、そういう人たちは見慣れてるかもしれませんけど、ゴルフクラブって結構簡単にできてるように見えやすいんですけど、結構手間かかるんですよ、意外に。よくね、カツヤとかね、チョスさんにはね、うるさいって言われるんですけども、確かにうるさいのかな、俺は。でも、そんな喋ってますかね、普通と思うんだけど。まあ、ラウンド中に喋るのは俺ぐらいかな。静かにやると面白くないんでね、楽しく、まずは。あっちゃっちゃっちゃ、懐かしいな。これ野本一平のクラブなんですけど、俺のなの、これヘッド。またしてもみんな俺のヘッド使うよね。何なのかな、自分たちでクラブ変えよって感じ。キッチのクラブ今日組めんね。予定変更です。2本になりました。3本クラブ作る予定が。ちょっとキッチのクラブは今日組めないな。てな、はい、皆さん次の工程です。一度移動させるのめんどくさいな。見えるかな、僕の顔映んなくていいっすね。とりあえずこのシャフトを刺したいらしいんで、グリップ取ります。これジョーダンスピースが一時入れてたシャフトですね。懐かしいな、アルディラ。ジョーダンスピースが
有名になり始めた頃に使ってたシャフトですね。今使ってない。今彼 DI。ゴルフをね、根本から上手くなりたかった。ある程度上手くなったらクラブちゃんと見直してあげないと。クラブで助けられることいっぱいありますからね。クラブで助けられることの方が多いかな、俺は。よくナイスクラブって言われるし、まあ確かにって感じ。サブチャンネル撮影のためにね、 iPhone の三脚買ったんですよ。それいい感じ。これは別、ここってあんのかな、持ってないっていう、ね、あー音楽欲しいな、音楽流せないっていうね。撮影してるとちょっとそれだけショック、ショックでかし。そうなんだけど、ちょっちょっと失礼。こっちに移動。人用のソケット。どうしようかな。いいか。
ごめんなさい、いつもの癖で黙っちゃった。結構ね、僕みたいな性格でもクラブ神経作るんですよ。こうやって見えます？塗装をこう剥がさないといけないんですよ。まあ、なんでかっていうと接着するときにこの塗装の塗料の上だとツルツルしちゃうんで、こう噛み合わせが悪くなって抜けやすくなっちゃったりするんですよね。なんでこういう風に塗装全部取ります。結構綺麗にできた。あー、また雑にやるから手の拭いたら怒られてるよ。ああ、ぶつけたぜ。はい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 、この2本接着していきます。よし、これね、2つのもう攻め台が作ってるんですけど、2つの液体を混ぜます。まあただの接着剤です。対比は合合でね、混ぜなきゃいけないんですよ。あ、虫こっちだった、出てた。ごめんなさい、ここあんま喋れない。ちょっとここ結構大事な工程で時間も勝負なんで、ちょっと静かにやっちゃいますけど。
はい、接着終わったんでこんな感じ。2本今接着中です。まあこんなもんですかね。ちょっと待って、30分後ぐらいに仕上げの作業があるんで、またそれは次の動画で。それではまた、バイ。